皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も突然ですが異世界で遊んできます。さあ、今回も勢力をですね、上げていきたいと思います。次50万ですかね。お、勢力が今55増えましたけど、俺嫁ちゃんの候補ですね、やっぱ50万ですね。孫昇光ちゃんですかね。いいですね。孫昇光ちゃんは孫作さんの妹さんでしたっけ、娘ちゃんでしたっけ、どっちでしたっけ。さあ、あともう少しですね、勢力の方とおりゅうちゃんと、あとはもうイベントの方のみですね。 VIP の方ちょっと私はお見せできないので、ではイベントは叩き割れはこっちのアイテムが手に入るんですね。ピロピロキャンディーと交換するのは、まあ、イベントの方はいらっしゃないですね。おめちゃんは、まあ、こちらのアイテムなんですよね。武将をゲットできるためのアイテムですよね。ああ、私も集めたいですけどね。ジャンヌ・ダルクちゃんと出雲のお国ちゃんですか。さあ、ではランキングバトル魅力アップ、今日は29日ですか、12月のですね。まだ私お遊びしないからゼロですね、ランキング。こちらは兵士消費の上昇幅ですか。まあ、順位はあれですので、私はまだゼロですね。さあ、こちらの方々ですね。すごいですね。兵士消費量、これだけ戦われてる、戦いが起こってると、57位で683でした。私が多分ここにはもう入ると思いますので、まだお遊びされてる方が、まあ、サーバーごとで変わりますからね。ではまず食客の方ですかね。あとお一人で新しいですね、機能が解放されるんですけど、どうしますかね。なぜか坂本龍馬さん星が輝いてる、1個で。さあ、では開けていきましょう。政治と知力系なんですね。お、いいですね。どんどん勢力が上がっていきますね。お金は100まで開けますか。でこちらもあれなんですよね、人数的にあまりたくさんの方あげない方が良さそうなんですよね。まあ、それも今度の新しい機能の方で多分そうなると思うんですけど、まあ、詳しくはぜひですね、日帰りナイツさんとか見ていただいたら分かると思います。全員あげたと全員参加型になっちゃうからですね、確か絞ってレベル上げた方がいいんですよね。さあ、では勝海舟さんも100にしましたけど、武力系の方は立花さんですかね。そうですね。じゃあちょっとアイテム使いましょうか。昇級、昇級じゃなくて昇進もできないんですかね。スキルはレベルアップしますかね。アイテムで、どちらですかね。武力系がいいんですけど、この前武力使いましたか。お、すごい、36個全部使いましょうか。てい、3万6000円36000円じゃない、3万6000、ポイントですか。武力上がりましたね。これでまだ30万台ですか。さあ、持てるだけのものをすべて、今回お使いして50万まで上げたい。これランダムですよね。まあ、ランダムでも一応いいですか。さあ、100個ずつしか一度に使えないということなので、これで40万ですので、あと90個、これ多分50万超えますよね。おお。超えましたね。すごい。来ました。モノローグ。軍の演習場を下積み踊れた私は、取得は目立つさですね。美人さんですね。ご機嫌ようと。なんか私、最近、謎解きの時間さんお遊びしてて、文章全部口頭でお読みしてるからですね。なんか、文章を読む癖がついちゃって、ちょっとこう、お飛ばしてますけど、おー、来ましたね。孫昇光ちゃん。今、説明見てなかったですね、ちゃんと。では、
ステージを進めて、先ほどのランキングですね、どこまで上がるかですよね。やっぱステージ進むにつれて兵士の消費量がすごいですからね。あーでも武力、そうですね、今回武力上げちゃったから、相手の方2万7000で私が26万なので10倍あるから、兵士が10分の1しか消費してないから、あ、ちょっとダメでしたか。あえて兵士をたくさん消費したかったんですけど、武力高いほど相手の兵士とですね、割合が少なくなりますので、消費量が。さあ、では飛ばしていきましょう。そういえば今日はお休みで日曜日だったんですけど、それで空気清浄機をですね、大きいタイプの持ってるんですけど、部屋に置いてるんですけど、小さいタイプをもう一個置きたいなと思って、中古屋さんですか、リサイクルショップに行ってきたらですね、まあ、そこに空気清浄機っぽいのがですね、なんか売ってたんですけど、小型のですね。で、それ買ってきて今つけてるんですけど、中開けるとですね、なんかフィルターとか全くなくてですね、なんか自分で100円ショップさんで、なんか洗濯ネットみたいなのを買ってきて今取り付けてですね、なんかホコリだけ取れればいいんですけど、なんか空気清浄機じゃないのかなと思って見てたら、吸い取り口ですか、空気の。なんかそこがですね、なんか青色 LED か何かで光るんですよね、電気つけたら。それ今目の前にあるんですけど、まあ、ちょっとつけてみましたけど、でこれよくよくなんで吸い取り口が青く光ってるのかなと思って考えてたら、おそらくこれあれじゃないかなと思って、何ですか、あの蚊取り線香じゃない、あ、蚊取り吸い取り機なんじゃないかなと思って、もう一個押すと、なんか、すごい、なんか、さらにファンがたくさん回ってですね、吸い取りが強くなるんですけど、いやー、ちょっと、何か名前、商品名書いてなかったですね。リサイクルショップだったので。いや、まさかの蚊取り吸い取り機だったというですね、オチでしたけど。まあでも、ちゃんと、ホコリも吸い取ってくれるから、まあ、結果オーライですけど、まあ、なんか面白いものを買ってしまいましたね、今日は。まあでも夏になれば、蚊ちゃんをですね、捕まえてくれると、大活躍してくれると思いますけど、まあこの昔の時代の方々あれですよね、蚊とか対策として、蚊帳って言ってあれですよね、なんか大きいネットみたいなお部屋の中に入ってですね、生活されてると。私も蚊帳なんか一回だけ入ったことありますけど、まあ、なかなか快適ですよね。さあ、では、実績で回収いたしましょう。さあ、回収あまりしてなかったから、あ、すごい大量にいただけますね。なんか基本的になんか兵士関係が多いですか、受け取れるの。ログイン数とかなんか違うものですね。あ、マガタマ、あ、レベル上がるとマガタマ嬉しいですね。ちょっともら全部もらもらえるだけもらっておきます。おお、大量。あー、2万ちょっとありますね、マガダマ。これでイベントの時ですね、新しいお嫁さんが来てくれると思いますので、いや、早くお出ししたいですね。さあ、では行ってみましょう。今回は、孫昌光ちゃんですね。私は虎の子やと。どうなったの？妹さん書かれてない。あれ？そういえば、ボイスは？何でしたっけ。さあ、では行ってみましょう。マガタマ銃ですね。さあ、弓の使い手。おー、やっぱあれですね、危険がいっぱいなんですね、戦場は。戦場は危険がいっぱいよということですね。いやー、すごいですね。撃ってほしい。なんだというか。ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。さあ、勢力はあとお一人でしたね。イベントもなかなか開催されないからですね。まあ、開催された時は多分、マガタマ1万か2万ぐらい使ってしまいますので、まあ、お一人ですかね。
なかなか長い旅ですけど、あともう少しですね。で、突然ですが、異世界さんも配信ですね、終了させていただきますので、ぜひ最後までですね、お付き合いくださいませ。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。